シシリーはアメリカ海軍の護衛空母、コメンスメント米急航空母艦の14番艦。艦名は第二次世界大戦で上陸作戦が行われたイタリアのシシリー島にちなんで命名された。艦はサンディ米として1944年10月23日にワシントン州タコマのトット造船所で寄港し、1945年4月14日に、 ジュリウス・バンダーウィール・プジンによって浸水した。1945年6月5日にシリーと解明され、1946年2月27日に BW ライト艦長の指揮下収益した。オレゴン州ポートランドで偽装が完了するとシアトルで補給を受け、その後成長訓練のためサンディエゴへ向かう。5月15日にシリーはパナマ運河及びバージニア州ノーフォーク経由で、 ニューヨークへ向かうよう命じられた。6月6日に、ブルックリン海軍交渉入りし9月30日まで、止まった後、ニューファンドランド島のアージェンティアへ向かい、寒冷地訓練を行った。その後1950年4月3日までシシリーは、ノーフォークを母校として、大西洋艦隊の一部として、作戦活動を行った。1950年4月3日に、 太平洋艦隊への配属が命じられ、母港をサンディエゴに変更、4月28日に到着した。シシリーは同年夏に大戦水艦戦演習を行う予定であったが、6月25日の朝鮮戦争の勃発によりその計画は根本から変化した。7月2日に極東へ配備が命じられ、2日後に第一陣の3隻の一艦として、 韓国水域へ出港した。シシリーは第15空母部隊の機関となり、8月3日に国連軍地上部隊を支援する VM 海 -214 の航空機を運搬した。この巡航で、歩行での地上戦、新川上陸作戦、ソウルへの進行作戦及び、長津この戦いで港南への海兵隊の撤退を支援し、1951年2月5日に、 サンディエゴへ帰還した。第七艦隊での二度目の配属は1951年5月13日から10月12日まで行われ、シシリーは韓国の東西両岸で活動した。朝鮮戦争中への最後の配属は1952年5月8日から12月4日まで行われた。シシリーは国連軍の護衛艦隊及び臨検任務に貢献した。 その後1953年7月14日から1954年2月25日まで再び極東に展開した。シシリーは西海岸へ寄港すると予備役となり太平洋予備役艦隊で保管されることとなった。シシリーは1960年7月1日に除籍され10月31日にカリフォルニア州ビバリーヒルズのニコライ・ジョフィ社にスクラップとして売却された。 シシリーは朝鮮戦争の先行での5つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。